ガトウィック空港トランジットはイギリスロンドンにあるガトウィック空港にて運行されているオートメーテッドピープルムーバーシステムである。アップムシステムは延長 1.21km 高架化2000のアップムトラックによって空港の南北ターミナル間を連絡している。シャトルは通常2編成の自動化された3両編成の無人運転列車からなっている。アップムシステムは通称 モノレールとして知られているが、シャトル自体はコンクリート製二重トラック上をゴムタイヤにて走行しており、正確にはモノレールではない。円形のサテライトターミナル連絡橋が建設された時、1983年にガトウィック空港トランジットシステムが開業しており、イギリスにおける最初のアプムシステムであった。二本目のトラックは1987年に建設されており、 北ターミナルに連絡している。当初のサテライトトランジット路線が歩道及び動く歩道の連絡路へと置き換えられたが、ターミナル間のシャトルは運行し続けている。2008年4月より、ガトウィック空港はシャトルサービスの改修を開始した。アップムシステムが合計400万キロメートルを移動していたとき、2009年まで当初のアドトランツ C-100 ピープルムーバー車両が、 運行されていた。2009年9月よりトランジットシステムの改善事業が行われるため、アドトランツ C-100 車両がシャトルサービスから引退し、代替サービスとしてバスにてターミナル間を連絡させている。新しい運行システム及びシャトル車両車両が導入され、ガイドウェイ及びトランジットの駅は4500万ポンドの総建設費用にて回収された。 新システムは予定より2ヶ月早い2010年7月1日に再開業となった。新システムでは有効な旅行者情報の提供やセンサー技術による駅の利用者数の計測が可能となった。1983年開業当時のシャトル。ありがとうございます。